여러분안녕하십니까皆様こんばんは。今夜죄가우리에게미치는영향과罪が、私たちに、及ぼす影響、そして、キリストの影響について、話していきたいと思います。ハワはエバは善悪を知る実を食べました。その理由というのは罪の影響を受けたからです。彼女は別にお腹が空いていたわけでもありません。何か他の外面的な影響があったわけでもありません。でも彼女の心に何かが影響を及ぼし、その善悪を知る実を取って食べたいという気持ちになったわけです。本当に美味しそうに見え、そしてまた知恵を与えるような果実でした。そして彼女はそれを取って食べました。こう食べたいという欲望はどこから来たのか。アダムの堕落の原因となったアダムへの攻撃の威力とは一体何だったのだろうか。それはアダムに内在する罪ではない。神はアダムをご自分の性格に似せて作られたからである。最初のアダムには堕落した性質はなく、堕落した傾向も悪への傾向もなかった。アダムは神の御座の前にいる天使のように欠点がなかった。神様の品性に似せて、全く罪のないアダムでした。でも善悪を知る果物を食べたいというふうに思ったということは、何かのものに影響されたというわけです。そしてその影響でアダムは追い出されてしまいました。アダムにはもうすでに計画されていたように、イエス様がその罪の贖いをされるという計画を立てられました。本当に恵み深い神様です。アダムが罪を犯すかもしれないことに対して、イエスキリストがその罪を贖うということ、すでにそれはもうすでにイエス・キリストが死んだのと当然なのです。それは私たちの罪から回復されるためです。贖いの計画はこのように用意されたものであったため、アダムが試された時、誘惑は可能な限り彼らから遠ざけられた。アダムが誘惑された時、彼は空腹の状態ではなかった。罪の影響というのは全く、罪の性質がないアダムにも影響を及ぼしたわけです。この海の世界を見ると、イカが、巨大イカが、います。貝を、好んで食べるんですけれども、このイカは自分の体の色を自由自在に変えることができます。そしてこの貝を捕まえて食べるときには、その貝に似せてこの貝に近づくわけです。その映像を見てみましょう。비슷한위장능력을보여주는생물에는갑오징어도있습니다문어와마찬가지로갑오징어도피부속에있는색소포를활용해몸색깔을바꾸는데요여기갑오징어의놀라운능력을보여주는실험영상이있습니다갑오징어를체크무늬바닥위에올려두자단1초만에위장수를발휘합니다심지어바닥에있는무늬의크기와색깔패턴까지흉내는모습입니다피부색을얼마나미세하게조절하는지단번에확인할수있는장면이죠그래서갑오징어끼리서로속기도합니다아주재미있는영상하나보여드리겠습니다이장면은갑오징어가소라기로변신해서소라기를유인하려는순간입니다하지만놀랍게도결국둘다갑오징어였죠소라기인척연기하며소라기를잡아먹으려던갑오징어가소라기인척연기하며소라기를잡아먹으려던갑오징어와만난겁니다서로실망한갑오징어두마리는재빠르게본모습으로돌아왔는데요이장면에서도충격적인점은갑오징어가소라기의행동까지아주흡사하게따라했다는사실입니다와서로소라기의흉내를서로내고있었어요그렇게흉내를お互いに貝のふりをしていたわけですね
本当に、真似をするのが上手なエイカです。これをどこで学んだのでしょうか。サタンは、見えない形で私たちの心に入ってくる、わけです。サタンがあなたの心を荒らし、あなたの考えを支配し、あなたを罪の中に陥れることがある。私たちも知らないうちに罪を犯し、そして罪に陥ってしまう。サタンは本当に偉大な存在です。私たちサタンを無視しては決していけません。サタンを勝つためにはイエス様に頼らずには私たち生きていけないのです。自分の力でやろうとすると頭のようになってしまいます。私たち自分の感情を従えば、自分が正しいと思うことは正しくない可能性があるわけです。これから私たち自分を信じればまた同じく罪を犯すわけです。私たちは自分を信じるのではなく、イエス様を信じようというわけです。私たち罪に陥ってしまったら、自分が罪にはまってしまったのかすらわからないわけです。私たちはサタンに影響され、そしてまた神様からも影響を受けます。そして善を行うか悪を行うか、自分の内側から良いものが出てきたり悪が出てくるのではなく、影響されるわけです。サタンは私たちに来て、私たちの心にある罪を刺激していきます。罪の性質を刺激していきます。例えば私が心の中に宝石に対する欲望というのがあれば、なので誰かが通りすがりの人が宝石を落としていきます。そして周りを見てこうやって拾うわけですね。この試練は何で来たのですか。私の心の中に宝石を好む、宝石が好きだということをサタンは知って、偶然ではなくサタンがそこに宝石を落とすわけなのです。サタンは私たちの罪を表に出させようとします。なので試練が与えられるということは、私たちの心に欲があるからです。人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。罪を犯す過程というのはこういう過程なわけです。サタンは私たちの欲に刺激をしてくるわけです。そしてそれを選べば私たちは罪を犯すということになるわけです。女性が妊娠をし、そして何ヶ月で出産しますか。約10ヶ月で出産します。もし罪が、私たちが罪を、罪が私たちに植えられた時に、いつそれが生まれてきますか。機会あるごとに出てくるわけです。私たちの中にある欲、私たちの中に、罪があれば、周りに誰もいなければいつでもその罪を犯すわけです。なのでサタンは私たちの心を刺激してきます。私たちの信仰の先輩たちは罪に引っ張られ、そしてまたある人は神様に導かれ救われるわけです。サウル王は精霊が来ていろんないいことをし、そしてまた祈りました。彼らはギベアに来た時、預言者の一群に出会った。そして神の霊が激しくサウルの上に下り、彼は彼らのうちにいて預言した。神が来た時に彼は預言したわけです。でも彼がサタンを選択した時どうなったでしょうか。彼は完全に違う人になってしまいました。さて、主の霊はサウルを離れ、主から来る悪霊が彼を悩ました。
サタンが、来た時に彼は鬱になってしまったわけです。そしてダビデを殺そうとしたわけです。鬱に なった時に、ダビデは来て、琴を弾きました。サウルの家来たちは彼に言った。ご覧なさい、神から来る悪霊があなたが、あなたを悩ましているのです。どうぞ我々の主君があなたの前に仕えている家来たちに命じて、上手に琴を弾く者一人を探させてください。神から来る悪霊があなたに望むとき、彼が手で琴を弾くならばあなたは良くなられるでしょう。私たちの中にある霊的な戦いです。どっちの霊を受け入れるかによって罪を犯したり、良いことをしたりするわけです。私たちは何でもないわけです。私たち自分を誇ることがありますけれども、私たちは何でもないわけです。イエス様に近づけば近づくほど私たちは自分の本当の姿を見ることができます。でもイエス様から離れれば離れるほど自分が良い人に見えてくるのです。なのでイエス様から離れれば自分は割といい人だという方に思ってしまいます。なのでもし皆さん自分がいい人だと思うのであれば、イエス様から離れているわけです。パウロは言いました。自分は罪人中の罪人であると言いました。これは、彼は、礼儀上こう言ってなどかと思いました。でも彼はもうイエス様と本当に近い関係だったので、自分が罪人だということを、分かったのです。ここにいらっしゃる皆さん、自分が、良い人だと思う人がここにいらっしゃるなら、イエス様と離れていると思ってください。雲の中で、本当に、すごい雲がいます。この雲の巣に、何か引っかかれば、そこから決して逃れることはできません。희귀한거미입니다。끈끈한거미줄철퇴에선나방을불러들이는가짜페로몬향이솔솔풍깁니다그리고이어지는절묘한몸짓새똥만한작은몸으로공기의진동을감지하며발톱으로줄을잡고돌립니다끈끈한철퇴에걸려든나방은그대로끌려올라가서강철보다다섯배강하다는거미줄에꽁꽁묶입니다어떻게고민이풀리죠와대단하네요얘가어디서이런걸배웠나すごいですね。この雲くるくる回して、この雲が どこでこんなのを学んだのか分かりません。この雲に存在その、方法を教えた人がいます。それはサタンです。サタンに引っかかれば私たちは逃れることができません。この蛾が、決して逃れることができなかったかのように、私たちは自分で、逃れようとするから、できないわけです。私たちは自分の力では決して逃れることができません。それを認めなければ私たちは逃れることができないのです。サタンは騙すことができない非常にもっともらしい方法で近づき、人々の好感を得、ほとんど目立たないように人々を神から引き離す。彼らは最初非常に慎重に彼らを彼の支配下に置き、最後には彼らの霊的識別力を麻痺させてしまう。その後さらに大胆な提案をし、最終的にサタンは彼らを導き、どんなにひど醜い罪でも犯すようにさせてしまう。そして私たちは分別することもできないわけです。罪に対する感覚すらないわけです。私たちは違う子た、違う家の子とそして自分の子を比べて、誰がもっと可愛いですか。客観的に答えてどうですか。もう客観的に答えたとしても、自分の子が可愛いです。
なので感覚的にもう私たちは鈍っているわけです。どうすれば私たち救われますでしょうか。聖書に救われる方法、皆さん分かりませんか。信仰で、信仰によってイエス様を信じることによって私たちは救われるわけです。イエス様を信じる方法もいろんな方法があります。例えば自分を苦行する、修道院に行って苦行をします。救われたいがために、この修道院にいたら、この地下奥に、暗いところがありました。そこで涙を流しながら、祈る、それが救われるという、思っているわけです。1600円の間暗闇の中にいた時に、免税部を、売っていました。罪の、代金としてお金を払ったわけです。先ほど、雲に引っかかったようなことと同じなわけです。賢い人も大統領も、軍人もその免税符を買っていたわけです。今も同じです。本当に偉大な人です。でも私たちも騙されています。私たちは献金をすることで、そしてまた、善意を行うことによって、律法を守ることによって、それは、免税符と別な、同じなのです。そこから、私たちは逃れなければいけません。神様の恵みを得る条件は単純で合理的である。主は許しを受けるために何か苦しいことをするように私たちに要求されない。私たちは私たちの魂を天の神様に委ね、私たちの罪を贖うために長くて退屈な、条例をしたり苦しい苦礼をする必要はない。その罪を隠す者は生えることない、言い表してこれを離れる者は憐れみを受ける。なので善意を行ったり苦行をしたりして救いをもら、受けるというのは、キリスト教は、信仰によって救われるわけです。でも、キリスト教もこういった別の宗教と同じように、苦行をしているわけです。どうしてこうなってしまったのでしょうか。終わりの時代には、いろんな宗教が一つになります。この信じるということを、取り除いて、この苦行という自分の行いで救われるということで、一致してくるわけです。私たちの罪を贖うために遠くて、苦痛な巡礼や苦しい苦行をする必要はない。ただ罪を告白して捨てる者は憐れまれるであろう。私たちは、罪から、抜け出すこと、それは私たちの罪を告白することです。善意を行えとは決して言っていません。でも私たちのこの悪の性質が自分の行いによって救われようとするわけです。私たちの品性が変わらなければいけないのは事実です。でも神様を出会えば、神様が私たちの中にいらっしゃれば、私たちの品性は変わるわけです。この律法というのは私たちに守れと言って与えたのではなく、私たちの心にイエス様がいるかどうかを、それを分かるように鏡として律法というものを私たちにくださったのです。なので守るものではなく、自然に守れるようになるわけです。なので私たちが自分の力で守ろうとするから、間違った道に陥るのです。なのでイエス様がいらっしゃる、ということを分からせるために、この鏡、律法をくださいました。この律法を守る人たち、律法を大切にするのはとてもいいことですけれども、
人が陥りやすいのは律法を自分で守ろうとすることです。私たちは自分では決して律法を守ることができません。私たち、品性が変わらなければいけません。でも私たちの品性を変える、自分で変えて、天国に行こうとする、それ完璧主義です。でも神様が私たち望んでいることは、私たち望んでいるのは神様に私たちを委ねる、そういった性質を望んでいるわけです。なので私たちがそれをつかめば、それが救いなのです。神様が完全と言っているのはイエス様と共に歩くことなのです。私たちの品性がある程度良くなったからではなく、イエス様が言っているのは私たちが神と共に歩むということを完璧だと言っています。ノアも神と共に歩んだと書いてあります。私たちの品性は自分たちで変えるのではなく、イエス様が変えてくださるので、私たちは何をすればいいのですか？イエス様をつかめばいいのです。それが私たちがするべきことなのです。イエス様がこの地上に来られた理由というのは、その罪から私たちを救うためでありました。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。私が自分の罪から逃れたい、罪悪感から涙を流し、神様私の罪から私の罪から救ってくださいっていうのも言うのが大変でしたら、イエス様と呼び求めてください。私たちは不幸に北と南が分かれています。北は独裁者が支配しています。世俗的な政治をしていますけれども、キム・イルソン、キム・ジョンイル、今はキム・ジョンウンが今キム・ジョンウンに腹違いのお兄さんがいました。キム・ジョンナン、彼を暗殺します。見てみましょう。キム・ジョンナンのカバン속에 VX 신경작용제해독제가들어있었던사실이뒤늦게드러났습니다말레이시아화학청소속동물학자는김정남암살사건공판에서김정남의소지품중에아트로핀이있었다고증언했습니다아트로핀은 VX 신경작용제의대표적인해독제로이를휴대했다는것은김정남이평소독극물에의한암살가능성을우려했다는방증일수있습니다김정남이피습직후해당약물을복용했는지는알려지지않았지만상태가급격히악화한점을밀어볼때미처복용하지못했을가능성이큽니다아까그장면을봤죠그가날픈여자가이독극물을탁씌우는사っきのビデオ見ました。그의가방속에는해독제가있었어요この毒の入ったタオルを当てた時に、その薬を飲めば彼は、死なずに済みました。でも彼はその薬を飲むことができなかったわけです。飲めば生きることができたのに、皆さん、毒をもし飲んだら 何をすればいいですか？その毒を消す薬を飲めばいいわけです。なので私たちが罪を犯せば、イエス様、簡単ではありませんか？でもサタンはそれを変えてしまいました。私たちが良い行いをして救いを得るというふうに騙しているのです。この騙されていることすら私たちは気がついていません。私たちのこの性質がとっても変わってしまったからです。私がそういった、どうしてがんになったんですか？もう全部私の罪のせいです。神様が私を叩きました。なので私は、ある程度、罪の贖いをしなければいけないというわけです。
また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与える書物であることを知っている。聖書の、ポイントは、信仰による義です。これが、とても重要なポイントです。信仰による義、自分の良い行い、自分のガッツを高めて何かしようとするのは騙されていることになります。私たちは自分ができないので、イエス様を信じて救われないといけないわけです。信仰は罪人の罪と、代わりにイエスの完全な従順を示すことができる。イエス様はここに、この地上にいらし、すべての罪と戦い勝ちました。神様に委ねて、この戦いの、勝利者であるイエス様を私たちが受け入れば、私たちは勝つことができるわけです。信仰による義なわけです。私たちが見つめれば救われるわけです。救急車、そして病院、WHO、すべてこの蛇が書かれています。私たちは、この蛇を、見上げれば、生きるわけです。これが聖書の最も大事な教理であります。ここから離れれば、私たちは自分の義でどうにかしようとするわけです。これが魅力、これ本当に魅力的です。なので、これが魅力的なので、仏教はこれを大々的に前に出して、強調します。1年に1回、亀とか、いろいろなことを、憐れみを施します。それによって、自分の、救いを得ようとします。キリスト教も一緒に献金をたくさんすることによって救いを得ようとするわけです。イエス様を信じれば、善意を行うこともできますし、献金をすることもできます。でも、この順番が変わってしまったら、エラーが出てしまうわけです。致命的な毒の影響から自分たちを救うことができなかった。唯一神だけが彼らを癒すことができた。しかし彼らは神が用意された救いの道に対する信仰を示すように求められた。彼らは生きるために見上げなければならなかった。私たちができる唯一のことは見上げることです。私たちはもうすでに毒で麻痺されています。なので自分たちで何もすることはできません。でも、この解体薬を飲めば、そこから逃れます。イスラエルの民にこの蛇をあげ、そしてまたイスラエルの民に杉越の祭りを守らせるようにしました。血を塗れば助かる。そしてまた蛇を見上げれば助かる。彼らは致命的な傷を負った。毒の結果から自分自身を救うことができなかった。唯一神だけが彼らを癒すことができた。しかし彼らは神が用意された癒しの道に対する信仰を示さなければならなかった。彼らは生きるために見上げなければならなかった。聖書には常に私たちにこれを教えてます。信仰による義、信仰によって救われる。旧約新約、常に私たちにこれを教えています。私が信じているのかどうなのか、それを確認する必要があります。私たちがどれだけ良い行いをしたかではなく、自分の中に信仰があるかどうかを確認する必要があるわけです。私たちの信仰の先祖たちは信仰により救われました。そこでまた彼はいつも生きている彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。私たちをいつでも救ってくださることができるのです。ここに一人の方が自殺を試みました。でもなかなかそれが成功しませんでした。
うつになってしまい、病院に行って薬を飲んだり、もう本当精神的に問題が起きてしまいました。精神科のお医者さんが相談の中で、この人がすごいめちゃめちゃなことを言うので、もうこれ以上カウンセリングできないと追い出されてしまったのです。この方がこちらセロナムに来ました。最初はエコランドを歩きながらカウンセリングをしましたけれども、もう本当に自分の否定的なことを言い続けました。それをあまり人と危険なことをあまり言わないで、イエス様を見つめてください、もう怒りがこみ上げてくるのにどうやってイエス様を見つめるのと言って、もう院長先生と話したくないと言ったりして、部屋に閉じこもったりもしました。この方が変わっていくのを証しました。영이 함께 하시지 않으면 사단의 생각이 저를 점령하여서 그 공포 같은 거 얼마나 심한지 모르죠. 우울, 공포, 분노, 좌절, 분면 증상 한 잠도 못 자요. 그 원장 선생님한테 제가 얘기했어요. 가수면 상태가 어떤 건지 뭐냐면 그냥 누워만 있지 벌떡 일어날 수 있는 거예요. 밤새 못 자는 거예요. 그냥 누워만 있는 거예요. 그리고 낮에도 기껏 해봐요. 30분, 20분 자고 나면 그게 전부예요. 그러니 나는 미칠 것 같죠. 맨날그리고약으로도듣지않았어요약의강도가된다고요해결되지않았어요제가어떤느낌이었냐면그래무당들도자기신한테자기한테들어와서해가지고점을치잖아나는하나님의영이들어와서나한테나를주장해서사단이나한테못하고나한테이런생각이안들게끔나를주장하면안돼하나님영이들어와서해달라고저는그랬어요근데말씀대로하니까마음의평안이조금씩찾아왔어요제가요정신이좀돌아온것같은느낌이들었어요무슨생각이들었냐면아니정신이조금들기시작하는것같아내가여지껏무슨짓을한거지아이래서하나님과의관계를첫날부터먼저말씀하셨구나내병이나지않았다그러면저제나이동안에여기올일이없죠여기를왜오겠어요내세상에서잘먹고잘사는데근데나한테이런시계련을주신거는나한테진정한회개도없었을테고하나님과의관계도온전하지않고온전하지않았겠죠나이러고계속살았다가그냥죽을수도있었을테니까근데구원의출구도없었을거예요제가그래서여기서가기전에제또30년만에본친구가저후배가있었었어요왔는데제가어떤느낌이었겠어요아이분들이빨리답을찾고하나님을찾아서빨리회복됐으면좋겠다라는마음이너무간절한거예요그래서오자마자이분들한테빨리 MP3 듣고강의들으시고그다음에하나님과의관계를하세요만나면분노누군가원망세상적인이야기에서갑자기이런얘기를하는거죠하나님을만난얘기그리고하나님을부른얘기하나님말씀만하고이상한데저도제가좀신기했어요정말많은분들이기도로내가회복되었구나하는생각이듭니다주님과의관계를회복하시고요죄사함과거저주시는구원의확신도받으시고주님의주시는평강으로질병의노임도받으시고그리고하나님과의회복을통해서사랑의열매가맺어야돼요그것까지예요맺어서영생의소망까지다들어가시기도합니다감사합니다나한테예수님부른것에대해서원망하던사람이왜이렇게달라져버렸죠그리고다른사람한테도私にイエス様を呼ぶことを、そう嫌がっていた人がこんなに変わりました違う人にもイエス様を呼び求めてください MP3 聞いてくださいって言うようになりました彼が回復して家に戻ったら家族家に、通路を通って、行かないといけないんですけれどもその庭に入った瞬間ゴミがいっぱいで入ることが、できなかったのですゴミが、いっぱいでその細い道で、道を歩いていったのに今まで気がつかなかったのです8袋ほど集めて捨てたそうです
今まではそのゴミすら気づくことができなかったのです。そして、精神薬、精神の、薬を飲んだのに、飲んでいたのに、それを、全部やめました。罪人がどんなに長い間死の悪の実をたくさん食べたとしても、福音には治療と回復の力がある。聖霊は罪によって生じたすべての悪を元の状態に回復する力がある。神様はあらゆる種類の罪悪に対する解毒剤がある。キリストは生きようとする意志を持つすべての人のための永遠の命の源である。長い間罪を犯したとしても、この、下剤を飲めば、大丈夫なのです。どこが強かったとしても、この、下剤を飲めば大丈夫なのです、この解毒剤があれば大丈夫なのです。彼は、会社でなので、彼は本当に、会社でたくさんの問題を起こしたので、その会社員の人がここを紹介して入ってきました。イエス様の、十字架でイエス様は、人々を見つめながら、自分に、十字架にかけた、からかっている人たちに対してイエス様はこう言います。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。自分をからかっている人たち、彼らを許してください。どうして許してと言っているのですか？サタンが彼らの心を操って、サタンに操られていることを知らない彼らをどうぞお許しくださいと言っているわけです。スペインこの、見たらこのマントを、使って、牛を、こう操ります。なので人を見ずにこの赤いマントを見て、もう後で、ヘトヘトになった時に、牛を殺します。そして勝利の、印として牛を殺すわけです。サタンは、主人という、衣を使って、私たちを操ります。家の中の、敵というのは主人もなので、主人を、打ってもう、そしてヘトヘトになるわけです。そしたら今度はまた今度子供というマントを使ってまた操るわけです。もう本当に誰に似たの、あの子、もう親そっくりなのに。そしてヘトヘトになり、また教会に来たら、もう教会の長老がなんでこんな、憎たらしいことばかりするのか。そして、病んでしまうわけです。癌になってしまうわけです。その人を攻撃しないで、そのマントを攻撃するから、ヘトヘトになるわけです。罪と罪人というのは区別、されなければいけません。でも私たちは罪人を攻撃するわけです。サタンを攻撃しなければいけないのに、サタンに騙されている主人を見ると、憐れみの心が出るはずです。出てくるはずです。主人が憐れみの対象として見えるということは、許せるということなのです。なのでイエス様も十字架で、彼らの罪を許してください。彼らは自分たちが何をしているのか分かりません。なので、罪と罪人を、分けて、見るというのを許しと言います。
もしあなた方が何かのことについて人を許すなら私もまた許そう。そしてもし私が何かのことで許したとすればそれはあなた方のためにキリストの御前で許したのである。そうするのはサタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。サタンに騙されないために許す必要があるわけで、サタンはマントを使って、サタンは主人を操って私を騙したように、それを許さなければいけないわけです。許せないということは騙されているということになります。サタンに騙されている、それは許せないということになります。なので許しというのは、サタンと罪人というのを、区別することです。どうぞ皆さん、許しましょう。許せないということは騙されていることになります。イエス様もこの世に来て、イエス様に近寄ってくる人たちがいました。イエス様はその、人たちの、後ろにいるサタンを、見、そのサタンと直接、話しました。クリスチャンは単に罪を犯した強打の誤った判断や行為を扱うのではなく、人格を持った敵を相手にしている。彼は荒野で主を試した、まさにその人格を持った悪魔だった。イエス様は人々が罪を犯すした人々を、人々と、関わるのではなく、そのサタン、後ろにいるサタンと対面するわけです。なのでペテロにも、言ったように、サタンよ、されと言ったのは、その後ろに操っていたサタンに、言ったわけです。パウロも、イエス様に従いそうしました。彼が福音を伝えた時に、サタンの戦いはとても激しいものでありました。人々は彼を、とても苦しめましたが、その後ろにいる存在を、知りました。パウロはサタンの使者に、苦難を受け、体験を通して自分の対峙しなければならなかった相手がどのような種類のものであるかを知った。パウロはその姿を見て悪魔の本心を理解した。パウロもこのようにして勝ちました。その後ろにいる相手を、知ったのです。なので一番最初に、殉教者となったステファノ。ステファノも石に打たれて死にました。ステファノもこう言いました。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。イエス様が、十字架に書かれた時と同じことを言っています。この罪を彼らに、負わせないでください。私たちはじゃあどうすればいいのでしょうか。私たちも人を見て、その人を許せないということは、私たちも同じく罪に陥って死んでしまうということになります。でもパウロのように、ステファノのように、私たちも人を許す。そうすれば私たちは神様に、天国に行くことができるのです。彼らのために祈る姿勢を通して彼は主の許しの精神をどれだけ完璧に習得したかを明らかにした。私たちの行動を見て、私たちが許しているかどうかを見て、私たちがどれほどイエス様を信じているのか、イエス様が罪と罪人を区別できているのかどうか、今はカインとアベルの祭壇、どちらかになります。私たちの善意で救われようとしているのか、それともイエス様を通して、信仰によって救われようとしているのか。一人の姉妹がこちらに、来ました。で、がんだったわけですけれども、抗がん剤を、したんですけれども、それが強すぎて、自分は、信仰によって救われたいと思い来ました。
娘はがんの専門医でここに行くのを、止めました。手術をしてというふうに言ったんですけれども、ここに来ました、勝負を、見なければいけない、時でした。本当に私たちが見た、様子でしたは、本当に、寝ることもできないし、ご飯を食べることもできないし、本当に、末期がん、でしたけれども、彼女にとっての、希望は神様しかいませんでした。こういった話をしました。すべての病気はサタンから来た。でも神様を、神様を呼び求めれば、救われる。私たちを誘惑するいろんなものがあるだとしても、諦めずイエス様を見つめれば大丈夫。ここにいらっしゃる皆様、いろんな誘惑するものがあると思いますけれども、もう集中してイエス様を見つめる必要があります。サタンの存在というのはものすごいです。なので集中しないといけないわけです。またなのでそうしなければ私たちもサタンに引きずられていきます。友達、そして周りの人がいろんな雑談をするときに、なのでそれに心が奪われてしまえば私たちは死んでしまいます。なので彼女がそれを受け入れてそれをしました。証を聞きたいと思います。최고의병원일뿐아니라최고의수석의사께서계시는그런병원에제가입원하게돼갖고너무행복했었습니다 저의병은유방암이었는데요원장님이두가지생각이떠오를때우리에게는선택권이있는데하나님의음성과사단의음성중에서이렇게선택을하면된다고예수님을부르라는그런말씀을해주셨어요근데통증이올때마다예수님을부르니까통증이내려가는거예요그래서계속통증이있을때마다예수님을불렀어요그렇게되면서점점제가침이말라갖고소화를잘못시켰는데침샘에서침이펑펑솟기시작하는거예요그러면서소화가되기시작하는거예요그래서밥을처음에는조금씩밖에못먹었는데이제침이나오기시작하면서밥양이조금씩늘었어요밥양이늘어가면서몸에힘도생기고그래서그동안매일내몸에서무언가가일이일어나고있었어요뭐와서이렇게바늘로쿡찌르는것처럼한번찌르고가기도하고뭐전류가흐르는것같기도하고계속무슨일이일어나고있어요우리가선지자도아니고또예수님시대에살던예수님을보았던제자들도아니지만우리는믿음으로이곳에서예수님을만나고있지않나그런생각을하게됐어요그래서우리는믿음으로예수님을바라볼때그분이우리를치료해주시는그현장에있잖아요아그래서이쉼터를생각하니까정말하나님의영이함께하시는곳이고그믿음으로하나님을볼수있는귀한장소라는것을오늘아침에정말더깨닫게되었어요그리고그살아계시는능력이지금현재여기서있는나에게하나님이함께하시는것을생각할때제몸에막전율이느껴지더라고요그리고또원장님께서뭐라고말씀하셨냐면이삼중음성유방암은굉장히좀안좋은암이거든요암중에제최고 안좋은유방암이에요그런데삼중도상관없고백중이라도상관없다고이런말씀을해주셨어요 그런데원장님은믿음으로병이나을수있다는것을경험으로아셨기때문에제게그말씀을하셨다는걸나중에알게됐어요그래서원장님의믿음이
다른 사람에게도 이렇게 나누어 줄 수 나누어 지는구나. 그걸 제가 느꼈는데 이제 저의 믿음으로 또 누군가에게 이 말이 전달되어서 또 하나님께 치료받는 경험이 일어나기를 간절히 바랍니다. 3중 정도 가지고 겁먹어요? 3중 할아버지라도 괜찮아요. 3주 류간데 怖がっていますか? 神様は方法があるので怖がることはありません。 生命、命を見つめてください。天にいらっしゃる神様、私たちの罪を許してくださるために、あなたの息子であるを死に明け渡し、それを信仰により、救われるという、救いを与えてくださったことを感謝いたします。この貴重の、貴重なあなたの子を私たちにくださいましたけれども、私たちはそれを信じることができず、自分の善意で、救われようとしていました。私たちの、行いで救われようとしていました。その罪の重荷を私が負おうとしていました。それが本当に何の意味もないということを私たちは分かりました。どうぞ私たちがサタンに騙されず、その上にいる神様を見つめることができるようにしてください。イエス様を信じれば救われるという、本当にこの簡単で明確な救いがあるにもかかわらず、私たちは長い間騙されてきました。またそれよりは私たちの義を前に立たせていたこと、許してください。サタンが私たちの兄弟家族を騙し、罪を犯させたこと、そして私たちはそれを、人々を憎んでしまったこと、私たちが人を見るのではなく、その後ろにいるサタンを憎むことができるようにしてください。そしてこの罪との戦いでから私たちが勝利し、天国に行くことができますようにお導きください。今日は特別にあなたがこの地よ、この世界を作られた日です。私たちの心が新しくなり、神様の中で新しく始められることができますように祝福してください。たくさんの方々が方々をあなたは癒してくださいました。私たちの体を癒してくださり、あなたが生きていることを私たちが目で見ることができますように恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。